アメリカで行われた女子プロレスのバトルロイヤル。バトルロイヤルは、プロレスなどで見られる、試合形式の一つ。3名以上の個人、またはチームが、同時に戦い、自分、または自分たち以外はすべて敵という状況の中で、失格にならずに最後まで生き残った個人、またはチームを勝者と認めるというもの。参加選手が、 一度に会してから試合を始める形式と参加選手が時間差で次々と入場してくる形式が存在する。後者の形式で最も有名なのが WWE の工業ロイヤルランブルで行われるバトルロイヤルである。勝利資格についてはフォールギブアップのみ認めるものトップロープ越しに転落史場外に足をついた時点で敗者となるもの それらの複合などが存在する。フォールについても他人数で一人を抑え込むことが認められていることもある。特殊な試合形式で負け残りバトルロイヤルがあり、これは通常のバトルロイヤルと違い、勝った選手から退場し、最後に負けた選手が一番弱いレスラーと認定されるため、選手たちも最後まで残らないように試合を行うので、 独特な緊張感を味わえる。このルールでは、コントラマッチやリーグ戦などの出場枠決定を兼ねることが多い。多人数で入り乱れる序盤には、迂かにフォールに行くとそのまま自分も他のレスラーにフォールされてしまうことがある。特に、既読ラッチなどのクイック技や、足音のあざ固めなどは危険である。王座が空位の場合王座決定戦として利用される場合がある。 多数のレスラーが入り乱れるので、細かい工房などは望むべくもないが、見た目の派手さとレスラー間の駆け引きが味わえるため、初見の客が多い地方における工業でよく行われる。1970年より、ロサンゼルスのオリンピックオーディトリアムで開かれていた、NWA ハリウッドレスリングの新春工業において、恒例となっていた。全日本プロレスが、 正月に開催する新春工業ではヘビー級、ジュニアヘビー級に分けて行われるのが恒例である。ローカルインディ団体の工業ではメインイベントとして参加前選手によるバトルロイヤルがよく行われている。大阪プロレスには大阪プロレスバトルロイヤル王座が存在する。百九十九年の同名小説を原作とした二千年の映画バトルロワイヤルが バトルロイヤルという言葉をポップカルチャーの中で再定義した。バトルロイヤルという用語はこの映画に触発されたフィクション作品のジャンルを指すために使用されるようになった。また本作の影響でバトルロワイヤルまたはロワイヤルと呼ばれることが多くなった。これは後の言葉のみをフランス語風に表記した今主語である。フランス語ではバタイユロワイヤルになる。 ありがとうございます。